昭和住宅の山根です。おうち作りのスケジュールについてご説明していきます。3プランのご要望のヒアリング。こちらはモデルハウスをご案内させていただいて、例えば LDK の大きさこれぐらいがいいとか、収納こういった大きさが欲しいとか、あとは和室2階のお部屋の容量とか外観内装、そういったところをお聞きしていきます。おうち作りで一番ワクワクするところだと思います。以上です。はい、ということで、おうち作りのスケジュールいかがでしたでしょうか。昭和住宅では分かりづらいところがあったりとかしてもですね、担当の方から、親切に親身にですねご説明をしていきますので、お気軽にご相談ください。また先ほどの内容をですね、ちょっと動画では分かりにくいかなということもあるかと思いますので、こういった資料にまとめています。冊子になって非常に分かりやすくなっておりますので、こういったところもですね、ご説明が抜けているところも、ご確認いただけたらなというふうに思います。こちらの方は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらのリンクからですね、どしどしご請求の方いただければなと思います。